俺たちの戦いは全てが終わった後から始まる。誰かに注目されるわけでもない。だがそれが俺たちの日の当たらない怪獣との戦いだ。なんでこうなった。防衛隊目指してんだってよ。ひとつこいて夢なんて。隊長の阿代美奈さん、俺たち防衛隊になる。二人で怪獣を全滅させよう。二人なら怖くないね。やっぱなるべきっすよ、防衛隊員。行こう。だよな。俺、もう一回防衛隊員目指…え？先輩！え？逃げますよ、先輩！くそ、怪獣がなんだ！くそ！俺やっぱ諦めない。あいつの隣に行かなきゃなんねん。俺がフォローします。それじゃあ始めようか。篠宮キコル、趣味は怪獣殺し。命の保証など微塵もない。進め。私があんたを殺すから。討伐する。絶対諦めねえ。殺処理します。絶対諦めねえ。怪獣8号、この個体は防衛隊がコードネームをつけた8体目の怪獣となりました。